こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。今日はダンジョンで入手したこいつを使う時が来たようだ。え、もしかしてそれは魔法のランプ的なアイテム？こいつはきっと願いを3つ叶えてくれるやつでしょ。その手のランプは嫌な予感しかしないけど、ヘイルトゥーユー的な感じかもしれないし。さあ出ろ、ランプの魔人よ。アキネイターだと。意外とまともな中身だったわね。ほほう。この私を特定するとは、魔人の縄立てではないようだ。さて、今日はアラビアンな剣を紹介します。ペルシャの極東、シャムシールの解説です。まずは、シャムシールの起源と歴史について説明していきます。ペルシャって言うと、どこら辺の国になるのかな？ペルシャは中東、今のイランの辺りを中心とした地域です。古くはメソポタミア文明と呼ばれた地域ね。シュメール、アッカド帝国、アッシリアやアケメネス朝などの国が誕生します。アッシリアだなんて、久しぶりに聞いたワードだよ。そうね。古代から中世に入ると、イスラム王朝が起こり、中東はイスラムが支配する地域となっていきます。そして現代に続くってわけだ。シャムシールには、二つの意味があります。一つは、ライオンの爪、もう一つは剣です。ふーむ、同じ言葉でも二つの意味があるのか。でも確かに、爪のように曲がっているね。シャムシールはペルシャ語ですが、ラテン語でシミテラ、英語ではシミターという名前で呼ばれています。シミターはシャムシールのことだったんだね。そうよ。でも、シャムシールは剣そのものを意味しているので、時代によっては極東ではなくて、直剣をシャムシールと呼んだ時代もありました。そういうことか。シャムシールって、剣の普遍的な総称ってことなんだね。難しい言葉を使うわね。賢そうに見えるわよ。さかしくて何が悪い。しかし、極東が標準的な装備になったので、シャムシールイコール極東という意味を持つようになります。なるほど。ヨーロッパ圏では、東洋から入ってきたシャムシールのような極東を、シミターという名前で呼ぶようになります。シャムシールは、サーベルの起源にもなった剣なのです。そういえば、なんだか前にやった何かの武器の動画で聞いた気がする。シャムシールがいつ頃誕生したのかは特定できていません。大体9世紀頃に登場したと言われています。9世紀か。9世紀にホラーサーンというイラクの北の方の地域で使われたのが最初だと言われているわね。しかし、本格的にシャムシールが使われるようになるのはセルジューク朝の時代からだということです。セルジューク朝？セルジューク朝は11世紀から12世紀にかけて中東を支配した国です。セルジュークはホラズム朝に滅ぼされ、その後にモンゴル帝国に支配されます。そういう流れか。中東を中心として、東西の武器の交流が起こります。シャムシールは、インダ方面、ムバル帝国の軍隊に影響を与え、ダルワールという極東が誕生します。トルコ方面でも、シャムシールの影響があり、キリジという武器が登場します。そして西洋では、サーベルになったんだね。トルコから西洋に伝わったってことなのかな？そうだと思います。ビザンツ帝国はイスラム勢力と戦っていたので、そこから極東が西洋に伝わった可能性が濃厚です。もしくは、十字軍遠征でイスラムから輸入されたのでしょう。西洋にファレシオンという極東が登場し、これがサーベルの起源になったと言われています。ふむふむ。そう考えますと、シャムシールは多くの国に影響を与えた剣と言えますね。シャムシールのような極東が、世界中でこれだけ流行したのには、一つの理由があります。それは馬ですね。馬ってことは、騎馬戦ってこと？そうね。シルクロードを中心とし、中国からヨーロッパまでの間の地域は、騎馬民族による支配が中心でした。トルコから東は、平原も多くて、馬で戦いやすい地形です。古い時代、アレクサンダロス大王が東に遠征したのも、これが理由でした。マケドニアから西は、山が多かったから、騎兵が戦いやすい東に遠征したんだよね。シャムシールのような極東は、馬上で扱いやすい剣です。騎馬民族のほとんどは、極東を使っています。日本の騎馬武者も、反りの強い太刀を使っていたからね。中世の時代は、世界的に見ても、騎兵が最強の戦力であり、騎兵をどう使うかによって、勝敗が決しました。騎兵の戦闘力を高めるのは必須となります。騎兵には、攻撃力の高い武器を持たせる必要があるってわけだね。遠距離では弓が主力となり、接近戦では槍や極刀が主力となるわけです。そう考えると、極刀のシャムシールが流行するのは必然って感じがするね。特に、
中東ではマムルークという軍人、騎兵部隊がいました。マムルーク。マムルークは10世紀から19世紀頃まで活躍したイスラム勢力下の職業軍人ね。もともとは奴隷階級ではありますが、幼少から戦闘を仕込まれた戦いのエキスパートです。強いってこと？そうよ。マムルークは騎馬民族出身の人間が多く、馬術と弓術に優れた者たちです。ヨーロッパから遠征されてきた十字軍を苦しめたことでも有名ね。奴隷階級とは言っても、その戦闘力でのし上がり、王朝を築いたこともあります。すごい戦士だね。マムルーク王朝はオスマン帝国に滅ぼされますが、マムルークの戦士はオスマンの戦闘部隊として徴用されます。マムルークはマムルークソードと言われるような極刀を装備していましたが、これもシャムシールというわけです。騎兵に極刀は鉄板装備ってわけだね。シャムシールは馬上ですれ違い様に切り裂くといった使い方に特化した剣です。刀身のカーブがきついので突き攻撃には適していません。確かに突きにくそうだね。シャムシールにはウーツ鋼で作られたものが多いです。なんすかウーツ鋼って？ダマスカス鋼という名前でも知られています。このような縞模様が出ている剣です。ダマスカスブレードじゃないですか？このダマスカス鋼はロストテクノロジーになっていることでも有名ですね。現在完全に再現することはできないと言われています。惜しまれる技術だね。インドで作られたウーツ鋼という鋼をシリアのダマスカスで鍛えたので、ダマスカス鋼と呼ばれています。ダマスカスは現在シリアの首都になっていますね。なんでインドから遠く離れた地で鍛えたんだ？詳しいことはわかりません。シャムシールの派生となった剣について解説していきます。まずはタルワールです。見た目的にもシャムシールとそっくりだ。どう違うんだろうか？そんなに変わらないと思います。シャムシールに比べてカーブが緩やかです。確かにシャムシールはめっちゃカーブしてるな。タルワールはインドで使用された剣ですので、素材にもウーツ鋼が使われたといいます。主にムガル帝国で使用され、サンスクリット語で片刃の剣という意味があるのです。ほう、なるほど、そういう意味なんだ。シャムシールのようにカーブが緩い分、突き攻撃も可能になっています。歩兵用と騎兵用のタルワールがあるそうです。そうなんだ。やっぱり使い勝手が違うってことかな。イギリスがインドを支配したので、イギリスのサーベルはタルワールの影響を受けたとも言われていますね。確かに影響を受けてもおかしくないね。また塚の先端が尖っており、殴る用途としても使われました。いざという時にはこういうのが役に立つんだよ。次はキリジです。キリジはオスマン帝国が使用した剣です。これは真ん中くらいでカクッと折れてるね。キリジはトルコの言葉で殺すための道具という意味があります。トルコは騎馬民族の国で、もともとキリジのような極刀を使っていました。キリジが中東のシャムシールに影響を与え、その後シャムシールがキリジに影響を与えたとも言われています。輸出したキリジがシャムシールになって逆輸入されてきたってことかな。そのような見解もあります。キリジがシャムシールと比べて特徴的な点はヤルマンと呼ばれる部位です。ヤルマン、この曲がったところの先っぽの部分か。先端を幅広で重くすることで遠心力を増加させ、シャムシールに比べても斬撃力が高いのです。取り回しを良くするため、後期型のキリジは刀身が短めになっています。殺すための工夫がされているってことか。これはまさに殺人剣だね。キリジにもやはりウーツ鋼が使われていました。トルコで作られた刀剣はヨーロッパにもたくさん輸出されたということです。ふーむ、そうなんだね。他にシャムシールの派生ではプルワールという剣もあります。プルワールはアフガニスタンで使われた剣ですが、シャムシールとの違いはよくわかりません。確かに北アフリカで使われた剣ではニモチャという剣があります。モロッコやアルジェリアで使われていました。シャムシールというよりもガットラス的な感じだね。ズルフィカールという剣があります。これはとても面白い形をしており、二股のシャムシールです。これはアライシャックか誰かが作った後期型殺人鬼剣ですか？実際には極端に二股に分かれたものではなく、先っぽが少し割れてる感じですね。イラストと全然違う。でもこれはこれで殺人鬼剣だね。武器屋のお姉さん。もう剣のネタもなくなってきました。というかないね。そうね、古代から近世、史実で活躍した近接武器は大体紹介した気がします。残ってるのは
クッソマニアックで情報が少ない武器ばっかりだ。何か面白い切り口があれば、再度過去の武器を紹介するのもいいかもしれません。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。